障害者支援にかかる一部予算が削られている件について、課長がやんわりとした表現で説明した言葉の意図を汲み取れない山本和博議員。答弁を職員に任せていた石丸市長ですが、今回の会議で初めて答弁を行い、山本議員をフルボッコにします。それではご覧ください。これより福祉保健部の審査を行います。予算の概要について説明を求めます。井上福祉保健部長。はい、おはようございます。福祉保健部が所管する令和6年度一般会計の概要を説明します。予算資料の2ページ、下段をご覧ください。はじめに、地域福祉計画の策定です。高齢者、障害者、児童福祉等各分野の計画を包括する指針として、第2次秋田方市地域福祉計画を策定します。3ページをお開きください。子育て支援策として、今年度取り組みを始めた3歳未満児を対象とする保育所内での食事用エプロン等のサブスク導入や補助制度に加え、来年度からおむつのサブスク購入を実施します。これにより登園のたびに園児の保護者がおむつを準備する手間が軽減し、また残数の管理など保育士の負担軽減も図っていきます。また不審者の侵入や事故等の発生を未然に防ぎ、園児の安全を守るため公立保育所各園に防犯カメラを設置します。次に子ども計画の策定です。今年度実施した子どもの生活に関する実態調査と秋田方市子育て支援に関するアンケート調査の結果をもとに子ども施策にかかる計画を策定します。産後ケアの実施体制の強化としては、県の助産師会に委託し、宿泊型、通所型、訪問型の3つの形態で、サポート体制を推進し、産科医院のない、本市においても安心して、過ごせるよう産後の支援を実施します。がん検診の促進について、健康を維持するためにはがんの早期発見、早期治療が何より重要になってきます。身近な医療機関、かかりつけの医師により気軽にがん検診を受けることができるよう予算を拡充します。最後にフレイル予防の促進です。元気な高齢者がフレイルに陥らない、フレイルが進行しないことを目標として、地域の集いの場に専門職を派遣する健康届けたい事業を拡充します。合わせて新たな取り組みとして、定期的に地域単位での健康教室を開催し、誰もが気軽にフレイル予防に取り組める環境を作ります。以上で概要説明を終わります。詳細につきましてはそれぞれ所管する担当課長より説明いたします。続いて社会福祉課の予算について説明を求めます。はい、岡野社会福祉課長。それでは社会福祉課の予算を説明します。歳入について予算書の21ページをお開きください。上段社会福祉費負担金2行目、自立支援訓練等給付費負担金は障害福祉サービスおよび自立支援医療費の支給にかかる費用の2分の1の国庫負担分です。児童福祉費負担金6行目、障害児通所給付費負担金は放課後等デイサービス等の障害児通所支援に要する費用の2分の1の国庫負担分です。生活保護負担金は生活保護費の4分の3を国が負担するものです。23ページをお開きください。下段社会福祉費負担金の3行目、自立支援訓練等給付費負担金は国庫と同じものですが、障害福祉サービスおよび自立支援医療費の支給にかかる費用の4分の1を県負担するものです。児童福祉費負担金4行目、障害児通所給付費負担金は障害児通所支援に要する費用の4分の1の県負担分です。少し飛びますが33ページをお開きください。
6段目災害援護資金貸付金現年度分元利収入は令和3年8月の大雨による被災家屋再建のための貸付金の償還が始まるものです。続いて歳出について説明します。79ページをお開きください。中ほど社会福祉総務管理費17行目委託料は2024年度に策定する地域福祉計画第2次の策定支援業務にかかるものとして前年度に比べ311万8千円増額しています。81ページをお開きください。中段障害者自立支援訓練等給付事業費はサービスの単価利用者数利用時間及び日数の増加等により扶助費を前年度と比較して6006万2000円増額します。その下障害者自立支援介護給付事業費は障害福祉計画第7期障害児福祉計画第3期の策定が終了したことなどにより435万減額しています。83ページをお開きください。中段障害者福祉事業費の主なものは障害者の外出支援社会参加を支援するため委託料の2行目重度障害者外出支援サービス事業としてお助けタクシーチケット負担金補助及び交付金の10行目重度心身障害者通院費補助金です。下段在宅福祉事業費についてです。一番下委託料高齢者福祉高齢者福祉計画介護保険事業計画第9期の策定が2023年度で終了するため委託料456万5千円を減額しています。85ページをお開きください。7行目負担金補助及び交付金は老人クラブシルバー人材センター生活支援制度の対象人数等の減少により前年度に比べ170万4千円の減額となります。その下老人保護措置費は経済的及び環境上の理由から自宅での生活が困難な高齢者を養護老人ホームに措置するためにかかる報酬旅費措置委託料などを計上し入所実績見込みにより前年度より180万5千円の減額となります。ページが少し飛びますが99ページをお開きください。下段障害児福祉費は主に10行目扶助費放課後等デイサービスや児童発達支援等の通所による療育支援に対する給付費です。その下特別障害者手当費は特別障害者手当障害児福祉手当給付事業にかかる判定医の報酬手当給付費であり受給者数の若干の増加により83万8千円増額しています。101ページをお開きください。生活保護費総務管理費12行目委託料システム機器の更新や医療扶助オンライン資格確認対応の回収終了により前年度に比べ980万円減額します。その下生活保護扶助費は非保護世帯への扶助費を医療扶助費介護扶助費などの増加見込みにより前年度と比べて661万4千円の増額で計上しています。ページが少し飛びますが107ページをお開きください。下段保健センター運営費の主なものは指定管理委託料です。以上で説明を終わります。以上で説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。はい、はい、山本和代委員。83ページ上段になると思いますが、18節の障害者自立支援介護に要する経費の、18節ですね。昨年まで手話通訳要約筆記資格取得補助金とか、
自動車運転免許取得事業補助金とかいうのが、まあ、金額が少ないんですけどあったんですが、もう廃止になるんでしょうか、それとも該当者がおらんので予算がないんでしょうか。どうしましょうか。どうでできますか。はい、岡野課長。自動車免許の取得の方に関しましては、過去5年間実績が申請というか利用がないという状況がありまして、あと手話の手話通訳のその、受験料の負担ですね、そこの補助であるとかそういったところはないことはないんですけれども、ただこれがあるからでは手話通訳方針を目指そうとか、まあ、そういったところにですね、なかなかまあ、いわゆるこうちょっと効果的に薄いというものがありまして、そこまで至らないところがありまして、それで今年度は、まあ、そこのところをもう少し、効果のあるものをできないかということもありまして見直すということで、この度は計上しておりません。はい、山本和弘委員。利用がないんで、予算せんかっただけで、制度そのものは残すと、こういうことですか。まあ、検討を加える部分もあるんですが、制度そのものも全く廃止ですか。はい、岡野課長。この補助金にかかる要項改正はまだ行っておりませんが、ですので要項的にはありますので、まあ、事業があるという形にはなりますが、ただ状況を見て、より効果のあるものまたは効果が少ないまたはないと判断しましたら、事業の廃止ということも含めて必要なものそうでないものというところで検討をしていきたいと思います。以上です。はい、石丸市長。もうはっきり申し上げますが、効果がない補助金事業は打ち切ります。当たり前の話です。さすがに議員の全員分かってると思いますが、それやっていかないともう町持たないですよ。はい、他に質疑。はい、山本和弘委員。担当部と市長の答弁が違うんで、まあ、市長が、まあ、上位になるんで制度はなくすということでいいですね。いや、どうしようはい、石丸市長。独自の解釈は控えていただきたいんですが、担当課の方で申し上げたのはだいぶオブラートに包んでやんわり言っただけです。気を使っての発言です。で、気を使う必要がないので私がはっきり今言ったまでです。笑っていらっしゃる方もいるので理解されたと思います。はい、他に質疑はありませんか。はい、南沢委員。同じところの、同じところなんですけれども、昨年度は障害者スポーツ振興補助金、20万円が計上されていたかと思うんですけれども、こちらの方はどのような判断で今回計上されてないんでしょうか。はい、岡野課長。以前ですね、フライングディスク大会というものが、3年前から、までは実施がありまして、それに対しての補助金ということで計上してはおったんですけれども、昨年でも実施がなく、で今年度に2023年度においても実施がないという状況の中で、まあ、そこもその、まあ、必要性のところを考えまして、新年度についても予算を計上しておりません。以上です。他に質疑はありませんか。はい、小玉委員。老人福祉に要する経費85ページの18節なんですが、負担金補助及び交付金のところの地域介護予防住民グループ支援事業補助金、
これ前年度より増やされてますけども、増やされたところの説明をお願いしたいと思います。はい、岡野課長。はい、この地域介護予防住民グループ支援事業補助金といいますのは、具体的には地域で行われておられるサロン、ふれあいサロンであるとか、生き生きクラブといったような名前で、まあ、いろんな形、名前で行われておられますが、主に高齢者の方が地域の集会所等に集まられてサロン活動をしておられる、まあ、このサロン活動というのがフレイル予防に資するものとなりますので、そこに対する補助金を行っておりますが、コロナ禍で少し減っておったんですけれども、今年度、この2023年度も、補正をさせていただいておりますが、少しずつ人数が、また参加人数が増えてきておりますので、その実績見込みから、また、新年度においても少し増やさせていただいておるという状況です。以上です。はい、児玉委員。もう一点同じところで、シルバー人材センターの補助金ですね、これ減額されておるので、先ほど人数の絡みで減らしたというような説明だったと思うんですけど、ちょっと詳しく聞き取れんかったので、この減額されとるところの積算っていうんですかね、その根拠っていうか、そこを説明いただきたいと思います。はい、岡野課長。シルバー人材センターの補助金につきましては、これまでの実績であるとか、これまでの補助金の状況なども鑑みまして、まあ、シルバー人材センターと協議を重ねる中で、市のその財政負担の減少の方へ、縮減の方へ協力をいただくということで、補助金の削減に協力をしていただく、その協議が整いましたので、まあ、昨年度に昨年度か2023年度予算に引き続き2024年度も削減をさせていただくということで、この金額での、減少となっております。以上です。はい、児玉委員。シルバーの方と相談されて、まあ、こういう折り合いをつけられたということだと思うんですが、基本的には高齢者の方のシルバー人材センターは、まあ、登用っていうんですかね、しっかりと活躍していただくと、そういう方向っていうのは、市の方向っていうのは変わりなく進められるということで理解しておいてよろしいんでしょうか。はい、岡野課長。はい、その通りです。はい、他に質疑ありませんか。質疑なしと認め、これをもって社会福祉課にかかる質疑を終了します。いかがでしたか。言葉の意図を汲み取れない人間を相手にするのは非常に疲れがたまります。このままではこの話で随分時間を取られることになると思い、たまらず石丸市長も答弁を行ったのでしょう。最近の石丸市長は自身で答弁を行わず、基本的に職員に任せているようですが、後進の育成に力を入れているということでしょうか。今回の件について皆さんはどういった感想を持ちましたか。ぜひコメント欄でお聞かせください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。